平定ちゃんがゆく好評配信中、見てね。エンジョイパチンコライフ。無邪気の白クマ。説明しよう。閉店 Z とはいつもは閉店10分前から実践の閉店くん閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うからだいたい夜9時くらいに現れ、だいたい閉店60分くらい前から実践する画期的な番組である。やってきました、森永天文館本店さん。それでは早速実践する奇数選びに行きましょう。何にしましょうかね。とりあえずね、このラインナップを見つつ、あら、ハーデスさんもいますよ。じゃあとりあえず中入りたいと思います。オーキードーキー。あ、サラリーマン番長も映画次がいいかな。戦国バサラー3寝台ですね。いい感じじゃないですか。ハーデス、私の大好きハーデスちゃんが。でもそうだな、ゲーム数があれだな。マクロスもすごいですよ。皆さん楽しそうで、バジリスクもね人気ですよね。大当たり34とかある。モンスターハンター月下雷鳴も大当たり40。今日3000枚オーバーですよ。いいな。必殺仕事人もいい感じですよ。85分の1、20大当たり26回。鉄拳サードも大当たり63回ですよ。すごいな。大当たり41回もありますし、きたー、最新台オス番長、オスサラリーマン番長、大当たり30回、大当たり26回。楽しそう。番長ボーナス、番長ボーナスめっちゃ踊ってますけど、すごい。大当たり26のレギュラー33。マイジャグラーがすごい。みんなのジャグラーもすごいですよ。大当たり26の35。おめでとうございます。今日は、閉店 Z が私初めて出るんですけども、いつもより時間がだいぶ長いので、今日はジャグラーを最後最終手段に残しつつ、他の AT 機 ART 機を狙っちゃおうかなと思っています。お気どき行っちゃう。だってこれ払い出し2700枚いってますよ。51分の1。これやばくないですか。天井いくつでしたっけ。999。ボーナス感1000ゲーム、これいけるでしょということで、本日はお気どきにしたいと思います。ということで、本日実践する機種は、ユニバーサルさんのお気どきにしました。今日は勝つで初 Z お願いします。あと400回転でしょ。約400いけるな。当ててかなちゃんを光らせる、それが私の目標。びっくりした。見た嬉しい、嬉しいよ。頑張れ、頑張れちゃんだな。頑張れろやったぜやばい、幸先いいよ。ありがとうございます。左、中、
どうしよう。すっごいテンション上がるわ。チェリーからの左右。嬉しい。すごい手汗がやばい。超最先、あとはかなちゃんが光ればいいんですよ。ゴイスバイヤーのパイオツのチャンネルのカーナーを中右左、ほらあとあれとか出ないんだ。32ゲーム間で連チャン、それをただひたすら願うばかり。ハイビスカスが光るところ初めて見ました私。すごいテンション上がる。やったぜ。行こう。これが福田奈々ですよ。レギュラーでもいいの。ありがとうございます。やばい、今日ちょっといいんじゃないの。おきどき、ちょっと相性いいんじゃないの。クレジットないレンちゃんってすごい嬉しい本当に。ラスト、また32ゲームを目指します。お願いします。多分無邪気の無邪気の白熊パワーだな。2回目 ?2 回連続、はい、ああないか。かなちゃんスーパードキドキも見たい。クレジットないレンちゃんならず、レンちゃん失いんかい。32ゲーム過ぎちゃいました。激しい激しい。チェリーめっちゃ来るぜ。おお、危ない。ウェウェ、なんで光らんのかね、さっきから。今日はでもかなりポジティブな気持ちを持ってるから、きっといける。成果とーし、頑張ってくれてたのに。やっぱりビッグボーナスだよ。私本当にビッグボーナス見れない。運命なのかな、ビッグボーナスと離れ離れの。一番初めに打ち始めたのが600ゲームで、天井を視野に入れて打ってたんですけども、32ゲームの連チャンのゾーンも過ぎてしまったので、また他の台に移動したいと思います。ということで2台目も、ユニバーサルさんのおきどきで頑張りたいと思います。今328ゲーム、確率31分の1です。この台が一番放出が多かったんで選びました。さっきの台も良かったんですけど、ちょっと600から始めてまた600行かれたらきついなと思い、こちらにした次第です。やばい、違うわ、心が折れたら負けなのよ。私分かってる、心が折れたら負けだって分かってる。
そっか、これまだ旋回転だもんな。追加投資マジで早い。かなちゃん、かなちゃん、いやこれほんと1台目の時みたいに600とかなんですか。いやいや、できる子でしょうが。もう頑張ってよ、頑張っちゃいなよ、ユーユー頑張っちゃいなよ。本当に私勝ってる映像が全然ないんでね、たまにはなんか勝って豪遊したっていいじゃないですか。余裕なチャンナナみんな見たいはずですよ。追加投資、あーどうしようかな、ジャグラー悩むな、これ怖いよ本当に。勢い半端ないですね、いなくなる。もうこの時間合成で選ぶしか、なんか120分の1とかどっかに落ちてないかな。でもやっぱり森永さんはジャグラー盛り上がってんすよ。うぅ、なんだこれ。と隣同士でこの子たちちょっと仲良さげ。これすごいな、130分の1。これ6800回転で大当たりが20のレギュラーボーナス32回。おお、すごいこれ。え、大当たり22のレギュラー32、7533で139分の1ですよ。奈々さん、福田奈々さんということで、本日の3台目はニューアイムジャグラー EX で頑張りたいと思います。本当にいつもよりもレバーオンに気合を入れてるので、きっとジャグがめさみジャグジャバ言えないよ、ジャグ神様にも私の頑張り、私のレバーオンの叩き伝わってると思うので本当にお願いします。大丈夫、レギュラーだって32回ですよ、確率だって140分の1だし、台番は奈々さんだし、そういうことでしょうね。もう今日で鹿児島3回目なんですけど、3度目の正直でなんかすごいことを起こしたい。追加投資怖いよ、怖いよ、怖いよ。じゃあ気合いはねこうですよ。あ、本当に叩き方が悪いんですかね。本当ジャグラー様ってどんな触り方が好きですかね。左いかんかい。本当にお願いします。上にもできるの。
上珍しくないですか、こんな人いる。追加投資、せっかくツイッターとかブログで私福田奈々の決め台詞を募集しますとか言ったくせに当たんなかったら決め台詞言えないですもんね。すごいブドウラッシュ。おびっくりすぎて、よかった綺麗でしょありがとうございます、マジでよかった、びっくりすぎて何も言えなかった。ビッグで、あなたこれビッグの配列。これがビッグボーナスっていうやつですめっちゃ嬉しい、よかったよかったよ、お母さんよかったよ、私本当によかった。もう森永さんには3回呼んでいただきましたが、まさかの一度も当たりがなかったんですが、本日とうとう私こんなことになりました。ありがとうございますよかったよ、本当によかった。ということで、本日お邪魔しています森永天文館本店さんなんですが、10月10日になんと私福田奈々がまた、お邪魔させていただくことが決まっておりますので、お近くの方はぜひぜひ遊びに来てみてください。そして森永さんなんですけども、まさかの天文館店さんの本店さんのすぐ近くにまた新しい森永さんが誕生するということなので、きっとこの今私がおります雨をよけ風をよけ大変なことになっているこのアーケード内がもう多分わしゃべわしゃべですよなので、お近くの方は、そのことも含めて P ワールドで確認してみてください。はあ、いやよかった、また盛大なことしてくれてもいいんですよ。頑張る。いやー嬉しい。さっきの多分いろんなレバーの叩き方が良かったんでしょうね。レギュラーにすごい偏ってるんで、これがこれから全部ビッグって考えたらすごいことになりますよ。私今からもう時間的にいつも通りの閉店ちゃんの時間ですけど、頑張れ頑張れ。100ゲーム内でいい、100ゲーム内にもう一回100回転過ぎちゃった。アナウンスがかかったのであと10分ですかね、10分5分。チェリーが急激にいっぱい来るようになったんで、それでもう1回2回お願いしたい。嘘でしょ、チェリーだってあなたたくさん来てますよ。いつ光るの。
4分だったらいけるでしょう。もう1回ぐらい見たい。もう1回でいい。いや、2回ぐらい見たいけど。お願いします。ちょっと本気でびっくりなんですけど、もうチェリーいっぱい来てるよ。チェリーいっぱい来てるのになぜ光らないのよ。あなたなんで光らないの。よかったよかった。お願い。急ごう。めっちゃ嬉しい。ほんとよかった。ギリギリ。あ、ほんとよかった。超嬉しい。やっぱりナナさん正解だったんだな。よかった。私も名前がナナでよかった。一応持ちコインだよ。当たった。アナウンスがかかってしまったので今日の実戦はこれで終了したいと思います。本日の結果は、600枚投資の414枚回収でした。うまい。もう一杯。せーの、初ゼット。ガルちゃん、ついにビッグつけたね。あとは勝つだけ。でもまだまだ戦いは終わらない。いけ、ヘッテンゼット。次のホールでみんなが待っているぞ。VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。